ネスリハン・デミルは、エスキシェヒール出身のトルコのバレーボール選手。12歳の時に体育教師に勧められてバレーボールを始めた。19歳で出場した2003年ワールドカップでは、チームの攻撃の要となり、サウスポーエースの存在を強烈に印象づけた。最多得点ランキングも中盤までトップであったが、最終的には2位となった。またこの大会がトルコの三大大会初出場となった。2006年夏に結婚。2006年世界選手権では円熟味を増した大人のプレーで大活躍し、ベストスコアラー賞を獲得した。2007年長女を出産した。2010年世界選手権では6位入賞を果たし、自身も2大会連続でベストスコアラーに輝く。2011年欧州選手権では銅メダルを獲得した。2012年5月のオリンピックヨーロッパ予選ではロシアやセルビアを破り、初のオリンピック出場に大きく貢献した。同年7月のオリンピック開会式ではトルコ選手団の旗手を務めた。トルコの青少年スポーツ大臣はアスリートであり、母だから旗手をお願いしたと述べている。2013年5月にロシアサンクトペテルブルクで行われた国際会議スポーツアコードでのプレゼンテーションに参加。2020年の五輪招致を目指すトルコイスタンブールの魅力をアピールした。2013年度は代表チームの主将を務めた。2014年に婚姻解消に伴い、登録選手名をネスリハン・デミルに変更した。ありがとうございます。